車椅子バスケットボールで初のメダル獲得を狙う日本男子はコロンビアを振り切り白星発進した。22歳の成長株、鳥海、鳥海、が15得点、17リバウンド、10アシストでトリプルダブルと圧巻の活躍。第1級の9得点でチームに勢いをつけ、激しい守備でも貢献した。 ディフェンスで世界に勝つというのがテーマ。流れをつかめた時間帯があったのは良かったと話す一方でキーマンに取られる時間帯があったと反省も忘れなかった。